ライガーカウンターが完成したので、まずは部屋に起動させすぎず、ライガー艦は浜松フォトニクスの、鉄板 D3372 を、使っているよ。カウントは100均で入手したバンブ系を、改造しているよ。ストップウォッチで1分間計測してみる。1分間に2から3カウント。1時間くらいで平均2.2から2.3CPM くらいですね。Amazon で手に入れたキャプテンスタッフのランタン用マントル。これに微量の放射性物質トリウムが含まれていると聞いたよ。おもむろにガイガー管の上に置いてみる。うわぁ、ラメー。結構カウントするねー。ストップウォッチで1分間計測してみる。うわぁ、ラメー。すっごい回るよ。結構カウントするねー。70cpm、カウントしたよ。マントルを遠ざけると、カウントも止まるよ。回路図はエアーバリアブルブログで、公開中。ガイガー管以外の部品は、入手しやすい部品で作れます。それではまた。